毎度お世話になっております。 L の季節実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。前回担任の山崎先生と旧友の森本が謎の急性貧血ぶっ倒れ病を発症してしまいました。この事件、新聞部の出番ではなかろうかと思ったんですが、青い彼岸花の特集記事を書く予定だったので、まあいっかと気を取り直し部室にやってきたところ、クラスメートの JK2 人が訪ねてきたところで終わってましたね。ではやっていきましょう。あー、いいのいいの、それほど大した用事じゃないから、ちょっと聞きたいことがあっただけなんだ。右の子が東よりつづみちゃんで、左の子が弓倉あきこちゃんだよね。二人とも可愛いね。いくつかな？あ、同い年か。ごめんなさい、神岡くん。ほら、つづみ、神岡くんが迷惑してるでしょ。邪魔しちゃ悪いよ。いや、迷惑なんかしてないよ。むしろ嬉しいよ。JK が二人、部屋の中がいい匂いで充満してるからね。グッドスメルだよ。いや、ちょうど原稿書きに行き詰まっていたところだし、別に迷惑じゃないから気にしないで。うん、青い彼岸花と鬼化の関係について記事書こうと思ってたんだけど、難しそうだからシャクトリムシの生態記事にしようかなって思ってたんですよ。行き詰まったのなら U ターンしてみたら。なんか三尾みたいなこと言い始めた。え、何それ、どういうこと？ロードしてみたらってこと？前の選択肢に戻ってみたらって言ってんの？つづみ、ほら行こうよ。ユミクラちゃんは一時も早くここから退出したいと思ってんの？まあまあゆっくりしてきなよ。いきなり大福とか出すからボロンと。神岡が見る限り感情も手に出す東よりと冷静な麻生はいまいちそれが合わない。というより東よりが一方的に麻生を敵視している節がある。そうなんだ。その東よりが一体なぜ麻生を探しているのか、神岡はいぶかしむと同時に騒動が起きなければいいがと不安になる。俺を探しに来たんじゃないの？東よりさん、麻生さんに聞きたかったことって？本当に麻生さんに会いに来たのか。進むくん、2の A の星原さんって知ってる？いえ、存じ上げませんが、どのような方で？名前だけは聞いたことがあるような。ごめん、よく知らない。星原さん、そう、だったら仕方ないよね。その人がどうかしたの？まさか急性貧血ぶっ倒れ病かい？神岡は好奇心を感じ、星原という生徒のことを尋ねようと口を開きかけたが、東よりのマシンガントークはそれを許さなかった。ところで進むくん、さっき私たちが部屋に入った時、ペンダントみたいなものを隠したでしょ。目ざといな。よく見てるよね。よかった、ペンダント見てるだけで。変なことしてなくてよかったよ。うん、しまった、見られていたのか。神岡はなぜかぎくりと体を固くする。まあ俺のんじゃないからね、あれ。いつの間にかカバンに入ってたやつだから、ないのかわかんないんだよね。しかし考えてみれば、見られたからといって別に縮み上がることはないのだ。非合法な手段で手に入れたものでもなし、でもいつの間にかカバンの中に入っていたなんて信じてくれるだろうか。そこは嘘つけばいいんじゃないの？親の結婚指輪のネックレスですって。それ見せてちょうだい。え？七角形だったでしょ。そんなところまで見てたの？すごいね、入っ
ってきてすぐでしょ。いや東百合くん、どう、何、目いいの、視力いくつよ、マサイ並み、なんで知っているんだい。そんなピンポイントな伝説あるんだ。知らない、どういう伝説なんですか。何それ。神岡は仕方なくポケットからペンダントを取り出して自分の手のひらに乗せた。それってもしかして清涼学園に言い伝えられているっていう例の、何これ、危ないものなの。やだ、なんか曰くあるやつ、言い伝え。それはさっき東百合くんに聞いたけど。覚えてないの、1年前の事件。すいません、このゲーム始めてまだ1時間くらいしか経ってないもんで、ちょっと時系列とか疎いもんで教えていただけるとありがたいです。1年前の事件、あきこを縮めてあきちゃんか。じゃあ俺もあきちゃんって呼ぼう。親愛を込めてあきちょわんって呼ぼう。私のは事件と関係なかったじゃない。でもあきちゃんも被害者だったという可能性は否定されたわけじゃないでしょ。だからその話はもういいって。ちょっと全然わかんないんだけど教えてくれない？気になるよ。1年前の事件？神岡くんも分かってないのか？被害者？2人は何の話をしているんだ？自分には全く分からない会話を目の前で交わされ、神岡は少しだけ不愉快になる。プンプン。それが表情に現れたのだろうか？ユミクラが彼の顔を見て申し訳なさそうにすると、東尻に向かってたしなめるような口調で言った。いやいや、教えてよ。わかんないことがあるから教えてほしいなって困ってるだけで。責めてるわけじゃないからね。ユミクラの言葉にようやく東よりは、神岡は困惑していることに気づいたようだった。本当に何も覚えていないの？という東よりに神岡がうなずいてみせると、彼女は半ば呆れたようにため息をついた。そでかため息。完璧に忘れてるの？うん、全然記憶にないよ。やれやれ、能天気と言いますか、なんと言いますか。無理ないよ、神岡くんはあの試験には何の関係もないんだし、覚えてる人の方が少ないよ今となっては。事件っていうくらいだから、清涼学園全体を巻き込んだ事件だったのかな。でも印象にはあんま残ってない。東百合は腕を組むと何やら考え込む様子で沈黙する。その表情からして彼女は何かの冗談を言っているわけではないらしい。神岡は1年前の事件に強い興味を感じたが、ユミクラはどうやらその話題には触れられたくないらしい。新聞部だったらその事件扱ってたりしないのかな。ああ、ダメか。そうだよね、セアカゴケグモだっけとかの記事書いちゃうような新聞部だからな。そういう、なんていうの、なんか週刊誌的なネタとかはあんま拾わなそうですよね。神岡は話題を変えることにした。ところで、ペンダントの言い伝えっていうのは、主を求めてさまようペンダントっていうのがあるんだ。ほう、七不思議か。そういうの特集したいね。別のゲームになっちゃうけど。その所有者の運命を詰めるっていう。運命？ふーん。普通学校に伝承される七不思議っていうと、災難が訪れるものと世界を垣間見るものに分けられるんだ。
そうなの？わかんないけど、学校の七不思議とか俺の小中高にはなかったな。だけどこのペンダントはその両者の混合パターンなんだよね。最悪、なんだっけ、災難が訪れると異世界を垣間見せるってこと、両方ってことか。ずいぶん詳しいね。つづみってこういうことは詳しいの。おう、ドアップ。東百合が学校の七不思議のようなオカルト方面に詳しいということを聞き、神岡は意外に思った。これ覗き込んだところ時にさ、なんか別の世界みたいなのが見えたのは、その異世界を垣間見るっていう特能なのか、運命を告げるっていうのはどういうことなんだろうね。ディスティニーストーンってこと、これ。スポーツウーマンで気の強い彼女がオカルト好き、やはり人は外見で判断してはいけない。ムーとか好き、気が合うね。逆にそれはペンダントについて相談を持ちかけられる最適の人物が目の前にいるということになる。神岡は七角形のペンダントを角度を変えながら透かして見ている東百合にこう言った。あげんのこれ。いやちょっとあげるのかな、俺のじゃねえしな。まず知らないうちに持ってたんだこれ。もしかしたらぶっ倒れた森本の持ち物かもしれないしね。あいつが元気に戻ってきた時に返さないといけないかもしれないから、人にあげるのは良くないな。まあこっちですよね。知らないうちに持ってたんだこれ。怖いな怖いな。うぅ、東百合はしばらくペンダントを見つめていたが、神岡の手のひらの上に戻すとやや深刻めいた口調で言った。スム君、何か変わったことがあったら教えてね。相談になるからさ。おお、なんて優しい JK だこと。ありがてえありがてえ。変わったこと、最近マック食べると翌日くらいにニキビができることかな。しかも決まって顎らへんに。そういう変わったことはあるけど、そういうことじゃないんだよね。前みたいなことがあったら嫌だもんね。その前みたいなことを教えてくれないとどれが変わったことか分かんないじゃんね。え、その教えてくれないの、前みたいな。さっきも話したでしょ、1年前の事件。犯人を操っていたのはこのペンダントだって噂があるのよ。犯人、学校の生徒、犯人なら1年前の事件って誰かが誰かをどうこうしたってこと。話が再び1年前の事件に及ぶと、やはり弓倉が表情を曇らせた。弓倉ちゃんに関係あることなのかな。だからその話はやめようよ、つづみ。そこまで嫌がるかな、この子は。このゲームの立ち絵ってちゃんとお互いを見てるよね。だいたいノベルゲーってさ、あの画面に映ってる2人が話しててもこっち見てるんですよね。お前ら視線合わせて喋ろよって思うんだけど、このゲームはちゃんとねお互いを見てますよね。いいね。ごめんね、だけど本当に嫌なの。まあいいわ、他ならぬアキちゃんの頼みだし、そこまで言うならこの話はこれでおしまい。東百合くんは気持ちのいい子だな。事件については自分で調べてもいいかもね。僕だって嫌だよ、気持ち悪いし持っていたくないな。まあ噂はあくまで噂だし、何かあったら相談になるからね。かわいい、わかった。JK に相談できることなんてなかなかないからな。これを口実に仲良くなろう。 LINE 交換してください、住所教えてください。神岡は迷うが、東百合の強引なセリフには逆らえず、それに根拠のない噂に流されるのも面白くないので、
結局ペンダントをポケットに戻した。まあ人に譲ったり捨てたりしても結局戻ってきそうだもんね。呪いのペンダントだ。まあ進むくんならペンダントの影響を受けても大したことはなさそうだしどういうこと？それどういう意味？進み言い過ぎだよユミクラちゃんがそれ言うとさ、なんかそういうことってことになっちゃうじゃん。何よ、影響がないっていうのはどういうこと？そうかな、影響を与えないようなモブみたいなキャラクターって言いたいの？まるで自分の言葉に無頓着な東海林、麻生とは対極に位置するキャラクターだと神岡は思った。さて、それじゃあ他のところを探してみますか。探すって？やだな、星原さんのことでしょ。ああ、麻生さんに聞きたいのか。あ、そっか。じゃあ進くん、そういうことで。あ、待ってよ、つづみ。一方的に話をし、一方的に話を切り上げ、東百合は部屋を出ていく。慌ててその後を弓倉の姿を見送りながら、神岡は小さなため息をついた。東百合と弓倉が去った後、神岡はペンダントを再びポケットから取り出すと改めて眺め始めた。お、口出し来ましたね。しなくてもいいらしいんだけど、まあ、してくか。その後の影響が変わるらしいですからね。東百合って積極的で明るい子だな東百合ちゃんの麻生さんに対する感情がマイナスになってるな。あれ、弓倉ちゃんは麻生さんに対して好意を持ってるのか。赤くなってるもんね。ふーん、これからどんどん話そうっと。今までみたいにあまり関わらなくてもいいや。これは東百合ちゃんってことだよね。弓倉ちゃんじゃなくて。話そうと、ゾンゾン。家電の番号とか教えてもらいたいし。お、あっこちゃんの、なんで、ユミクラちゃんだけなんで下の名前なんだ。麻生さんと日下部先生と東百合ちゃんは上の名前なのに、なんでなんだこれ。親愛、親愛の情を持ってる。よし、決めた。これからどんどん話すようにしようっと。東百合と弓倉が去った後、神岡はペンダントを眺めポケットから取り出すと改めて眺め始めた。ペンダントはまだ窓から差し込む午後の陽光を反射し、赤色にキラキラと輝いている。裏返したり窓に透かしてみるが、何か特別な力を発揮しそうな様子は何一つなく、ただ静かにきらめいているだけだった。一回見た時なんか別の世界みたいなのが見えたんだけど、一体いつから僕はこのペンダントを持っていたのだろう。神岡は考えるが何も思い出せそうにはない。やっぱ森本の持ち物なんじゃん。未来を見せる、運命をつけるペンダント。1年前の事件との関係。最初神岡はこのペンダントを縁日の露店などで売っているガラスのおもちゃ程度のものだと考えていた。しかし話を聞いた今となってはそれがとても神秘的なアイテムに感じられる。こういうの詳しい人っていないのかな。オカルト部とかないですかね。東百合と話していた時に感じた嫌悪感がなぜか消え去っている。嫌悪感がなぜか消え去っている。むしろ逆らいがたい不思議な魅力を神岡はペンダントに対し抱き始めている。もしかしたらこのペンダントが自分が追い求める非日常への扉なのかもしれない。神岡はバカバカしいとは思いながらも否定しきれずにいる自分を感じていた。いやー、この年の男の子はね、異世界とか憧れちゃうからな。しょうがないよね。自分の父親が魔族とかさ。そういうの憧れますよね。戦時期でレーガンを撃つ練習とかしてたもん俺、小学校の頃。
二人と入れ替わりに麻生が部室に入ってきた。あ、どうしたの？慌てた感じ。え、照れたよな。あ、照れてるんだ。かわいいな、そう思うと。とことなく照れたような表情を浮かべている。好きになっちゃった、俺のこと。神岡くん、ちょっと相談があるんだけど、今いいかな？恋かい？恋の相談かい？恋の相談なら松本に相談してくれ。うん、何かな？写真の焼き増しがうまくいかないの。手伝って、ね、お願い。あ、そうか。麻生さん、写真に興味持ってるんだっけ？麻生は最後のセリフを早口で力を込めて言った。まあそんなことだろうとは思っていたけど、神岡は麻生に悟られないように小さくため息をついた。神岡くん、すげえため息つきまくってんな。お、ライカかな。麻生がカメラに凝り始めたのはつい最近のことである。最初麻生が記事に使う写真は神岡が撮っていた。雲や空の写真を撮るのは神岡も慣れていたし、問題なくサポートできたのだが、昆虫の写真を撮るときはどうしても手こずってしまうのだった。勝手が違うんだ。神岡が拙者に慣れていないのも確かなのだが、最大の原因は肝心の麻生の指示が分かりづらいという点にあった。拙者、近くのものを写すこと、レンズにものを近づけて写すことです。うん、俺の得意分野だな。スライディング拙者が得意です。麻生はいちいち昆虫の正式な名称を使って指示を出すのだが、そもそも昆虫にさほど関心を持っていない神岡にはそれが混乱のもとになるのであった。つまりあのヒメクロオトシブミの巣と言われたところで、神岡はヒメクロオトシブミがどんな昆虫か全く知らないし、ましてやその巣ときては目の前にある何を写したらいいのか皆目見当がつかずもたついてしまうのである。指さしてくれればいいけどね。ヒメクロオトシブミ、これ虫なんだ。オトシブミ科の昆虫です。体長3から10ミリで広葉樹の葉を丸めて巣を作り、その中に卵を産んで地面に落とします。巣が踏みを丸めたものに似ているとこから落とし踏みこの説明を聞いてもどんな虫かわかんないえ、これ見たことある？俺見たことあるかな、この昆虫。普通にいんの、その辺に。ミノムシのことじゃないよね。虫なんて積極的に見ないからな。の名がついても、ああ続きがあったのか。そんなことを幾度も繰り返した挙句、ついに麻生は自分のカメラを持ってくるようになった。デジカメとかじゃなくて、これ一眼レフだよね多分。おじい様のコレクションを持ってきたの、デザインが素敵でしょと言いながら、彼女が神岡に見せたのは彼のカメラを5台買ったでもお釣りが来るような高級品で、しかも年代もより正確に表現するのが骨董品だと。これ確かになんかちょっと見たことあるね、こんな感じのカメラ。なんか戦中戦前くらいのカメラとかじゃないの？めっちゃでかいしな。最も問題はカメラの価値よりもそのカメラにオートフォーカスや自動露出といった便利な機能など一切ついていないことにあった。オートフォーカスとか自動露出とかはフォトカノで勉強しましたね。できてたかどうかは分かんないけど、専門家やよほどのマニアでなければ使いこなすことは難しいと亀岡は麻生に忠告した。うん、そういう機能がない時代のカメラってことか。しかし彼女は気にもせず、そのカメラを使うのを止めようとはしなかった。おじい様から借りたの、もらったの。麻生さんちってめっちゃ大金持ちなのかな、軍閥とかそういう感じの家かな。そして未だに神岡には信じられないのだが、今ではその自動露出もないカメラを彼女はある程度自由に使いこなしていて、手動露出してるってこと。それは器用というよりも才能といった方が近いかもしれなかった。自動露出っていうのは機械的に露出してくれることでしょ。じゃあそれがついてないってことは自前で露出するしかないってことじゃん。それを麻生さんはしてるってことか。すごいな。
憧れちゃうな。しかしそんな麻生も写真の現像と焼き増しは苦手のようで、今回のようにたびたび神岡を頼ってくるのだった。麻生は上目遣いで神岡を見ながら返事を待っている。男をその気にさせるのがうまいお嬢さんだ。神岡は当然引き受けることにした、とりあえず引き受けることにした。その前に自分の記事を仕上げようと思った。これとこれの違いは気持ちの問題か。まあやるかっていう感じですよね。その前に自分の記事を、あ、そういえばね、これ 3D マップっていうのが見れるんですけど、今自分がどこに入れるかっていうのが分かるんですよね。こうか、これで選択肢を選ぶことによって次にどっちに行くかを分かるって感じか。3択だから、でも3択だけど次の選択肢って次のルートって2つしかないよね。2つは同じルートを通るけど1つは違うってことか。実質2択みたいなもんですよ、きっと。引き受けよう、美少女の頼みとあらば。切実なお願いであろうが、絶対の命令であろうが、麻生が上目遣いでこちらを見ているのである。神岡は当然引き受けることにした。そうだよな。JK に上目遣いでね、お願いとかって言われたらさ、何があろうと手伝いますよね。母親に1階からご飯よって割ときつめに言われてても、俺は手伝うよ、これを。もうちょっとで飯なくなるかもしれないっていう勢いくらいまで頑張る。うん、OK。本当、ありがとう、助かったわ。麻生は目を大きく見開き、大きな声を上げてからにっこりと微笑んだ。いやー、こんな喜んでもらえると嬉しいね。この程度のリアクションでも結構嬉しさを感じている自分に気づく。自分も単純なものだ。神岡は頭の中で苦笑した。が、いずれにせよ悪い気はしない。しかし何でも器用にこなすように見える麻生が、現像や焼き増しだけできないというのも意外である。だがそのことがかえって神岡には可愛らしく感じられた。少しね、何かできないって、勉強運動できるけど、ご飯の食べ方がめっちゃ汚えとかっていうギャップとかね。そういうのあるとね、可愛いなって思っちゃうね。たい焼きだけ食うの下手とかね。よし、今日はしっかり作業手順を教えてあげよう。暗室に2人というシチュエーションにふと気づき、思わず胸が高鳴る。ぬぅコポ、おいおい、何を期待しているんだ。お、ありがとう。もしかしてまだ何か頼みがある？カングリスキーと言いたいところだけど、またいい。あ、そうは、ポットからコーヒーメーカーに一人分の水を入れた。いい感じの時間ですね。なんかね、エルの季節ってギャルゲーなのかなって思ってたんだけど、これギャルゲーってわけじゃないよね。単純にノベルゲーですよね。なんか面白いね。ギャルゲーやってる感じはあんまりしないんだけどね。人ぶっ倒れてるしね、2人、1人は目の前で。はい、じゃあ終わりましょうか。また次回よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。